と先生とさ、僕たちが似てんのよ。なんか、ふうまの先生はちょっとふわふわして可愛らしい感じの人でさ、で、うゆうの先生も本当になんか、可愛くて、なんか、もうね、僕ね、うゆうの先生とうゆうのやりとりマジで大好きやったよな、ダンスレッスンの時の。もうすごいなんか、あそこだけなんかもう、なんか、バラが舞ってんじゃないか、みたいな、なんか、みやびな空間だった。マジで可愛くてさ、可愛いな、あの二人って思いながら、なんか、うゆうの先生もすごいなんか物腰柔らかくてさ、なんかあの、よそ行きのうゆうみたいなさ、なんかアップローでいる時のうゆうじゃないよ。アップローでいる時の、あーいとか言ううゆうじゃなくて、先輩といる時とか、外向きうゆうのさ、穏やかな感じのさ、雰囲気でさ、マジで可愛くて、あそこだけマジでなんか、時間の流れがゆっくりだったもんね。お茶会開催されてた。